九州山吉尾九州山吉尾は、1930年代に活躍した大相撲の力士である。福岡県山田市出身、ではの海部屋所属。最高位は西小結。現役時代の体格は、身長176センチメートル、体重88キログラム。本名は大坪吉尾。昭和5年1月場所で初土俵を踏み、 負け越しなしで昭和7年5月場所に十両昇進、春十円事件からの期間組との対戦でもまれた、ために十両では時間がかかったが、昭和9年1月場所、対正生まれとして初の幕内力士となった。激しく動き回る相撲で相手をか乱するのが得意であった。昭和13年1月場所には小結昇進、その場所を負けはしたものの、横綱。 玉西式を即尾落としで破る主君の星を挙げた。その年の6月に行われた順場所では、本場所で66連勝中、順場所で61連勝中、本場所と、順場所の合算で87連勝中であった横綱、双葉山を渡し込みで破り、なお轟かせた。その直後、王将して兵役につき、中国戦線を歴戦。 その間昭和14年1月場所から昭和16年1月場所までの5場所、番付は前頭2枚目角で張り出されていた。昭和16年5月場所に復帰、その後も幕内上位で活躍し、昭和17年5月場所初日、横綱羽黒さんをけたぐりで破った。重量に落ちることなく、昭和20年6月場所まで土俵を務めていたが、終戦とともに廃業した。 在京軍人会の文会長も務めていた。その後はプロレスに転校し、日本プロレスのレフェリーとして活動した。ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、出羽の海部屋、春日ガノ部屋 P25 大相撲60連勝を超えた、もう一人の歴史日本経済新聞2010年11月14日10時20分。ありがとうございます。